先週金曜、名古屋の東山動植物園で一般公開が始まった世界最大のトカゲ、通称コモドドラゴンのタロウ。体長2メートル70センチ、体重は50キロで、先月およそ5000キロ離れたシンガポール動物園からやってきました。コモドドラゴンの展示は国内で唯一とあって、県内外から多くの人が東山動植物園に駆けつけ、名古屋市によりますと先週末の来場者数はおよそ1万6300人で、去年の同じ時期と比べ 17% ほど増えました。まあさんどうやら嬉しいわな、それちとはええことができたかなと。一般公開が始まった翌日。こんにちは。楽しみにしてきましたか？はい。太郎との初対面を待ちきれない様子のこの三兄弟は、コモドドラゴンって知ってる？コモドドラゴン知ってます。見てみたい、めっちゃ見てみたいです。岐阜県郷土町に住む久保田悠真くん、弟のこうくん、そして妹のゆめちゃんの爬虫類大好き三兄弟。3人は動物園に入園すると、まずは地図を確認。いよいよ念願だった太郎とご対面。こっから見る。初めて目にする太郎の姿に目をキラキラさせて釘付けになっていました。どう？モドドラゴン。かわいい。すごくかわいい。かわいいか。どう見た目？かっこいいな。かわいい。ちょっとだけご機嫌斜めな様子だったゆめちゃんも。イメージ通りだった？一緒。コモドドラゴンに実際に会った感想は、目と口が可愛かった。見れて嬉しかった。コモドドラゴン見たよって自慢した方がいい。明日来たい。喜んでるとか見えるじゃん、よかった。DVD とか特集されとるテレビ録画してみたりとか、ずっと見れないもんやと思ってたんで、実際に。将来は爬虫類博士になりたいという次男のこうくん。帰り際には太郎のぬいぐるみも購入し、夢がますます広がる素敵な夏休みの思い出となりました。